その個別の対応するものに対して永久サポートって言っちゃいけないんですよ、うん、はい、やっちゃってます。だって人件費出続けるじゃないですか、はい、だからあの自分だから一家じゃなくて、うん、はい、ご自身にも、お給料が出せるような関係値になってるのかって自分も社員だと思ってもらいたいんですよ、はいはい、だからそもそも崩壊することは絶対やっちゃダメなんですよね、これ、はい、いっぱいやってます、はい、ここですね、はいはい、だから売り上げが積み上がらないんですよ、はいはい、価格提示までしている個別面談件数は何件ですか？ 3,4 件ですね、はいはい、だいぶ減りましたね、はい、買うか買わないかはお客様判断ですよね、はいはい、でも料金提示をするかしないかっていうのは私たちに決定権があると思いませんか、はい、その決定権を放棄してしまってますよね、はい、それは売れないよねっていう話です、はいはい、セールスが本当にあのないっていうか12月ぐらいからずっとまあ面談を重ねてるんですけど、まあ、売れないわけです。なのでこのフロントエンドが売れた時にまあ本当に嬉しくて、なんか自分で、ね このチャンネルは人生を変えることを決意した奥越社長の養成記録である。救済企画とは北原が応募者と直接会い事業相談を行う企画である。今回の応募者は阿比古和美さん。会社員の夫の専業主婦を行いながら公務員向けのオンラインスクールを運営している、公務員がコンプライアンスを守って収入アップできるスクールということで、不動産投資とあと、企業準備を教えています。はいはい、今の事業に至ったきっかけとかって何かあるんですか？はい、私もともと祖父母も公務員、両親公務員、兄弟、いとこおじ、まあ、公務員一族に育ちまして、うん、で公務員っていう仕事が身近だったんですね。でその中で、父と母が在職中に望まない形で公務員辞めざるを得なくなったんですよね。でその後公務員だったので転職もなかなか難しいし、経済的に雇用保険もないので、その後結構経済的に困ったっていう両親を見ていたので、まあ、公務員という仕事は、まあ、素晴らしい仕事、うん、やりがいがあったり世の中のためだったりするけれども、辞めた後すごい大変なんだな、辞めたら何もないんだなっていうのがずっとこの両親の姿を見て思ってたんですね、うん、なので後々私自身も公務員になった時に大変だっていう思いがあったので、うん、在職中にできる副業ないのかなと思って国家公務員法であるとか人事院規則であるとかそういうなんかあの決まりとかセミナーとかを受けて調べるとですねっていうことがあったんですよね、うん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 、例えば、まあ、不動産投資、うん、それからあとは私立とか公園とか、うんうんうん、あのそういうのであればやっていいよっていうのがちゃんと堂々とこう法令に書いてありまして、うん、あやっていいことがあるんだって言って2009年から退職するまでの2019年にやっていました、うんはい、ご両親がこう辞めざるを得ない状況になるって、うんうんうん、例えば公務員でどういう状況なのかなと思って、あ、はい、まあ、まず母は国家公務員の父と地方公務員の母が結婚したので、うんうん、父の転勤についていかなくちゃいけなくなって、うんうんまあ、母はその地元の自治体だったので、うんうん、父についていくかもう別居するかしかなく、うんうん、で母はついていくって形で退職して転勤族の父についていったので辞めました、うんうんうんはい、で父はですね50代の時に、まあ、事故がありまして、その責任を取って、まあ、委員責辞任というんですかね、うん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 、よくあの公務員が問題を起こしました、申し訳ございませんみたいなこう謝罪会見をやるシーンがあると思うんですけど、ああいう形で、まあ、とある事故があってその時に辞めるっていうポジションになったんですよね。なるほど、はい、今現状この事業での売上っていうのはどれぐらいだっていうことか。あはい、昨年1年間で730万円の年商でした、うん、これはなんかどういう形でサービス提供しているとかっていうのはあるんですか？オンラインスクールで動画教材が、まあ、あの一式揃えておきまして、あとはコミュニティとかコンサルティングで、うんまあ、そのサポートをするっていう形です、うんうん、なるほど。なんかこう事業としての売上規模の目標とかは、はい、なんか具体的に立てられているところは今は特にって感じ？そうですね、まあ、スクールに入らせていただいた時には、うんうん奥越社長にはできるものならなりたいと思ってますが、うん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 、実際に運営をしている彼女が将来的に掲げるビジョンとは。公務員が330万人世の中にいまして、う
100人に1人ぐらいの方にはお届けできたらいいな、なんかこう悩んでらっしゃる方がいると思うので、3万人にお届けできたらなっていうなんか思いがあります、うん、なるほど。今で言うとそのスクールの生徒さんの数で言ったらどれぐらいになるんですか？あ、はい、80人、うんうん、なるほど、分かりました、はい、今回ちょっとこの企画の中で北原さんにこうこれを相談したいとか、こういうビジョン、その数を増やしていくためにもなんかこういうのを達成したいっていうところでご相談する内容があると思うんですけど、はい、相談内容とか決まってますか？はい、あ、はい、2つありまして、1つ目は今までもなんか、公務員だとね、マーケティングもわからないし経営もわからないし、うん、営業もできないしっていうので、もう必死になんかこうやれることをひたすら商品にして提供するっていう感じで5年間やってきました。で、1つ目部屋に入ると商品の作り方があって、うん、今までもめちゃくちゃにこうやってきて求められることとか、まあ、経験があることは教えてきたものの、なんか商品の全体として設計に問題があるっていうふうに、まあ、以前もご指摘いただいたことがあったので、うんうん、商品の設計をご相談したいというのが一つと、あとは今その集客として YouTube を始めたんですけど、その YouTube の数字を見ていただいて、もっと増やすためにはどういうところが足りないかっていうご指摘をいただきたいです、うん。今はこのご家庭、札幌にあるこのご家庭でお子さんも一緒に住まれていて、はいはい、今状況としてはどういう状況でいらっしゃるんですか？はい、夫と、うん、小学生の2人、子供が2人います、うんうん、じゃあこの後また北原さん来られると思うので、はい、ぜひちょっと今回のご相談ぶつけてもらえればと思います。はい、はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回北原は救済企画の応募者のもとへ現れた。北原さん、お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっとね、風が強いのにサラサラヘアで、ごめんね。ごめんね、ごめんね、すごいサラサラしてて、サラサラしていて、肩も出ていてはい、空気も澄んでいて、空気も澄んでるね、ここは。やっぱ北海道は違うよね。違うよね。うん、救済企画でちょっと実際にお家にお伺うのは久しぶりなんですけど。久しぶりだよ ね、本当にお家にお伺いするのね。はい、はい、僕は、ま、女性の方なんですけど。あら、ちなみにメンバーさんですか？あ、メンバーさんです。オロメンバーさんなんですね。はい、わかりました。はい、はい、まあ、今回の方はですね、公務員向けのスクールをやられているという。はい、はい、で、それでちょっとメンバーさんで、そうですね、ちょっと何人か今頭の中にヒットしましたけど、はい、はい、売上が上がってる方ですか？売上が上がってる方です。はい、確定しそうです。あ、なるほどですね。はい、はいはい、じゃあちょっとね、はいはい、お話しさせていただきますけど、はい、はい、そうですね。どうですか、コレちゃん、あの闇は深そうですか？いや、でも話した感じはなんかすでにご相談した内容とかも聞いてます。あ、なるほど、もう実績がある方ですかね。そうですね、なんかこう今ちょうどそれこそ行動してる中でのちょっと今出てる結果を見てほしい。はい、いいですね。このね、数時間にもよるんですけど、はい、ある程度こう数字が毎月上がってくるようになるとですね、スケジュール管理とか心の話とかそういったものがね、もうできてる方になってくると、本当にあと実践ベースの話がね、できるわけですよ。戦略会議がですね、で、果たして今回の動画は戦略会議に行くかどうかなんですけど、ここでね、あ、北原こういう状態だからこういう話をしてるんだ、でも見てくださってる方はね、こういう状態だからこういう話をしてるんだとかっていうのをちょっと観察しながら見てもらえると勉強になるのではないかなとは思うんですが、自分にね、置き換えてどん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 変えていっていただけるといいんじゃないかなと。置き換えて変えていくことって何なのかっていうと、行動だけですね。本当にあんまりね、こう知識詰め込んで頭でっかちにだけはならないようにしていただきたいなと。行動、もう取る行動は何なのか、どの行動を優先するのか、どんな行動をスケジュールにしていくのか、もうこれだけなので、ちょっと大事にしていただきたいかなって思うところを、また解説していきたいと思いますので、ぜひ見ててください。はい、はい、でね、あのこの YouTube をね、見て今ね、見ながらね、ぜひね、あの親指を動かす習慣っていうのをちょっとつけていただきたいかなって思います。思ったこととか感じたことっていうのをガンガンコメント欄に書いてもらいたいですし、まずね、あのみんなが書きやすいコメントをぜひ書いていただきたいと思います。今日のファッションどうですか？これ自分のことじゃないから書きやすいでしょ。こういうところからどんどん見ながらね、今もう見ながら、あら、見ながら、はい、親指動かして、はい、コメント書く、コメントね、こうやってどん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 自分の考えとか思ったことを書いていくっていうことが大事です。はい、ぜひよかったらね、書いてみてください。はい、はい、では早速お願いします。はい、伺いたいと思います、ね、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあピンポンいきますよ。はい、わちゃまどうも、こんにちは。ああ、ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。入らさせていただいてよろしいですか？は
はい、失礼いたします。はい、素敵なお家でございます。ちょっと見てください。そうなんです。ちょっとどうしよう、あの最後涙なくしては見れない動画になっちゃったからどうしよう。大丈夫かな。ありがとうございます。こんな風に音符で迎えいただきましたよ。お子様が、はい、これどんどんこれからの方がハードル上がっていかないですかね。大丈夫ですかね。はい、じゃあちょっと失礼させていただきます。じゃあ早速、はい、今回の授業相談では北原はどんな言葉を届けるのか。ではよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、自己紹介の方と、はい、相談内容をお話しください。はい、はい、阿彦和美と申します。はい、授業内容は、はい、公務員専門のオンラインスクールを運営しております。はい、内容は公務員がコンプライアンスを守ってできる収入アップ法ということで、はい、不動産投資と、うん、それからの在職中からできる企業準備を教えています。素晴らしい。はい、はい、あ、で今日の相談内容は、はい、プロダクトの設計について、が1つ目です。うん、はい、で2つ目が、YouTube の、今後配信を頑張るというところでアドバイスいただきたいというのが予定です。わ、はいはい、かりました。ごめんなさい、公務員専門ということはおっしゃったように公務員の方がコンプラというかルールを守ってできるってことですね。公務員でもできることを教えていくよってことですよね。はい、はいはい、おっしゃる通り。いや、めちゃめちゃしっかり選定できていていいんじゃないですか。ありがとうございます。はい、素晴らしいと思いますね。ありがとうございます。で、あのご実績もありますもんね、すでに。はい、はいはい、ではちょっと背景についてですね、はい、はい、あのご説明いただけますか。はい、はい、私自身が元公務員で、はい、法務省に16年間勤めておりました。はいはい、で勤めたのはもともと3代か続く公務員家系で、はい、まあ、祖父母、はい、両親、兄弟、おじ、いとこ、まあ、たくさんの、まあ、公務員の一族で育ちまして、はいはい、公務員の仕事はやりがいがあるというのは分かっていたんですが、父が50代で、母が30代で、まあ、公務員を辞めざるを得ないという状況になりまして、で退職後にあの収入がなくて経済的に困ったっていう両親の姿を見て育ちました。はい、ですので私も、まあ、公務員はなったものの辞めたら何もないんだなっていう恐怖があったので、はい、在職中に何かできることはないかなと思って、国家公務員法であるとか人事規則とかそういうセミナーとかを受けまして、はい、全部が禁止されているわけではなくてルールを守ればできる収入アップってできるんだなと思ったので、はい、10年間2009年から2019年退職するまで続けていました。はいはい、で、今後、どこを目指されてるんですか。私自身も公務員をしながらその副業で他 の, その職場が入って人の役に立てるとか収入をいただけるっていうことによって、はい、自分自身自信にもなりましたし、はい、その経験によって自分 の, その本業がいかにありがたいかっていうのもまあ痛感したんですよね。はい、なので、副業をやるというのは本業をまあおろそかにすることじゃなくて本業も副業もプラスでこうスパイラルでなんですかいい循環が生まれるっていうのもありましたし、はい、うん、あとは実際にやっぱりあの辞めざるを得ない、私もそうなんですが、転勤命令が出て、はい、転勤になると北海道広いので家族と離れ離れにならなく、ならなくてはいけないですとか、僕もあの両親が公務員で、はい、母は、結婚のタイミングに、専業主婦をやりながら結局あのお金が足りなくて、はい、内職やパートっていうのはずっとやっててくれたんですけど、はい、まあ、父は、60まで勤務して、うん、はい、その後も申請すればプラス3年ぐらい働けるのかな、はい、確か、はいはい、でそれで63まで確か勤めてくれたと、うんうん、記憶してるんですよね、はい、確かそんなこと言ってたかな、はい、で小学校が3回かな、はい、変わって、はいはい、おっしゃる通り転勤ですよね。で当時はそのやっぱり連絡手段がなくて、はい、でじゃあ父親についてかないなんてことはないわけ で、うん、はい、でみんなが父に合わせて転勤をしてったのですごくわかります。はい、家族離れ離れにならないように全員で転勤のたびについて回ったので、本当に1年で引っ越した時もあれば、うん、同じエリアに2年もいない状態でっていうのが、重なりましたね。はい、小学校の6年間の中で転勤が続いたのですごくよくわかります。はい、はい、ありがとうございます。はい、いや私自身も、はい、あの北原先生と同じように小学校3つ変わりまして、で勉強を続いていけなくなり、はい、また転校するかわからないので、はい、友達もこうできづらいっていう、はい、でも素晴らしいですね。そのなんだろう、うんと学校が変わって教科書がこの先生によって進め方って違うので、はい、先生が変わるイコールその空白ができるじゃないですか。はい、はい、ってなった時にそれでも、きっとしっかりあのリカバリーされた方だと、ね、あ方だぞって言ってね、名前の方にこういう話し方が合ってるかわからないんですけど、はい、あの僕はあのもう4年生の段階で、うん、もうあの
あの勉強はなしで生きていこうと決意しましたので、はい、あの一般教養がちょっとねないので、はい、すごいなと思います。はい、ありがとうございます。ちょっとね、いろいろちょっと脱線しちゃうんでね、あれですけど、はい、あのなので分かります。非常に分かります。はい。はいはい、まあ、その幼少時代過ごしたので、はいはい、あのまさにあの北原先生がおっしゃった通り、はい、自分は同じ思いを子供にさせたくないなっていうのがあったので、はいはい、自分が転勤命令が出る時に、はい、その前に退職をしよう、転職活動もしたんですけど、はい、やっぱり公務員だと雇ってくださる企業もなかなかなくて、はい、見つからず、はい、じゃあもう起業しかないっていうことで起業しました。はい、はい、でまあ、いろいろテストマーケティングというか、まあ、今モニターさんを、まあ、はい、集めたりとかイベントをやってみたりとかしたんですけども、はい、なかなかもう当たらなくて誰もいらっしゃらないとか、はい、いうのが続きまして、はい、でたまたまその自分が10年間副業してたんだよねっていうことをポロって言ったら、何それ教えてっていう方がまあ20人ぐらいいらっしゃったので、それはいつの話ですか。辞表を出してから退職するまでの間ですね。わ、はい、かりました、ありがとうございます。はい、でまあ、私公務員で今やっぱ悩んでたり困っていたり、はいはい、という方に対して商品を提供したいということと、はい、と公務員の方が全国に330万人いらっしゃるので、はいはい、まあ、ただ人口の 2.75% なのでやっぱり理解されないんです。で人口で考えるとそれぐらいなんですね。はいはい、公務員の方って結構ね、その保証されていってとか、うんうんうん、安排とかって言われるかもしれないですけど、はい、言うても今そうじゃねえだろうなと思ってるんですよね。結構、はい、っていうか公務員の方が結構稼が大きそうだなと思っていて、ね、はい、おっしゃる通りで、はい、さっきお父様のように60歳を過ぎて、まあ、再任用とか、はい、今定年延長とかあります、はい、そこで働いてる人たちの 81.2% の公務員が生活が苦しい赤字だっていう統計が出てるんですよね。はい、なので、その仕事をしていたとしても苦しい、まあ、この65から先は年金生活で、はいはい、確かに年金公務員はいいと言われますけども、はい、月16万円なんですね。はい、もう物価が上がってってますからね、はい、それじゃもう無理でしょうっていう段階まで来てまると思いますし、はい、あとその公務員の公務員をバカにしてるわけではなく、僕の中での公務員の致命的なその経験値のエラーっていう部分で仕事が変わりにくいじゃないですか。はいはい、で変わりにくいからこそ比較的同じことの繰り返しになるんですよね。はいはい、ってなると現代で生き抜く力っていうものが公務員の方って非常に身につきにくいんじゃないかなって思ってるんですよ。私そうですから、本当そうです。決められた、はい、要はお役所つながりの、はい、安定した仕事、安定っていうか供給っていう意味で、うん、お給料が安定じゃなくて仕事の安定っていう部分ではあると思うんですよ。うん、国と直接つながってる仕事なのでね。はい、だけどその仕事って非常に業務が綺麗にこのもうタスクベースになってるから、なんならボールペンのキャップをはめるみたいな、はいはい、言うならばこの仕事ばっかりになってくると思うんですよね。はい、だからこそ開拓、自分で決めるとか、はいはいはい、そうですね、こういうところが公務員の方って、うん、社員としてお仕事されるにはものすごくずれない動きをしてくださるんですけど、はい、開拓っていう部分では、はい、勉強が、うん、っていうか経験が少ない状態がずっと続くっていうふうに思ってます。はい、おっしゃる通りだと思います。むしろその開拓とか新しいことするっていうと潰されちゃうので、はいはい、組織の中に適応する、はい、しようと思うと、はい、まあ、言うとこと聞くっていうことになると思うんですよね。はい、でもそれをしてると、はい、その65歳まででもう苦しくなり、年金でも苦しくなり、はい、そこから開拓って難しいですね。はいはい、なので、はい、そういう私、元私みたいな方も悩んでらっしゃる方のためにそういう情報をお届けするっていうことで、まあ、またやってきました。はいはいはい、330万人いらっしゃって、おそらくその将来をなんか悲観している方が、はい、まあ、100人に1人いらっしゃったとしたら、はいはい、3万人になんか届けられたらいいなというようなイメージを持っています。わ、はい、かりました。はいはい、公務員をしながら、もしくは辞めた後に困らないような、はい、アビコさんが蓄積されて体現されたことを伝えたいってことなんですね。はいはい、でちょっといろいろね書いていただいてるんですけど、はい、現状の売上実績でちょっと実力を測りたいんですよね。はい、なので現状の売上実績っていうのをちょっと教えていただきたくて、今ここにね、はい、書いていただいている2023年の年商は730万円、はいはい、2024年の5月、つまり先月ですよね、はい、の売上は64万円でした、はい、ここちょっと分解したいんですけど、はい、2022年2021年、はいはい、この時の年商ですね、はいはい、これが上がってるのか下がってるのかが知りたいですね。あ、上がっています。はい、わかりました。ちょっと拝見させていただいて、2019年に退職されて、はい、
2019年に始めたんですね、はいはい、で2020年には160万円、はい、2021年には300万円、はいはい、2022年は600万円、はい、620万円ですね、はい、で2023年が720万円の、はい、じゃあ2024年ですよね、はい、はい、いかがですか？そうですね、はい、今年49歳なので、はい、40代のうちに1000万円を稼ぎたいとは思っています、はい、このままのペースではどうですか？いけそうですか？このままのペースだとまずいです、はい、はい、じゃあ5月の売上64万円っていうふうにおっしゃっていただいてるじゃないですか、はいはい、この、今年の1月から5月までの売上推移って出てますか？はい、はい、資料用意してくださってるんですね。すいません、口頭です。いいえ、はい、わかりました。1月が47、はい、2月が40万円、はい、3月が50、4月が54万円、はい、5月が64万円、はい、ちょっとずつ増えてってらっしゃいますね。はい、はい、おかげさまです、はい、いい、全然おかげじゃないんじゃないですか。僕のところに来てくださったのっていつですか？去年の9月です。なるほどですね、はいはい、なんかこう参加して学べて行動が変わって、はい、直接的な数字の変化っていうのを、はい、何か実感とかってされてますか今現在？はい、はい、それが まさにですね、はい、こちらです、はい、入った時には、はい、全くそのファネルが設計できてなかったので、はいはい、入会してからその LINE を作ったり、うん、動線を作ったり、はい、セミナーを作ったりっていうことをしてきました、はいはい、で今こちらですね、12月から無料セミナーを始め、はい、個別面談に誘導するということを始め、はい、ましてで、3種類今セミナーを動かしてます、はい、で3月4月5月3月4月5月という形で毎月、はい、着席数ですとか、はい、エントリー数が増えています。なるほどですね、はい、この今不動産セミナー、企業セミナー、副業セミナーってやってらっしゃるじゃないですか、はい、でそれに対して3種類のセミナーと毎月の推移ね、はい、こちらに提示していただいてるんですけど、はい、じゃあここでお伺いしたいのが、はい、3つのセミナーから、はい、動いている商品はこちらに書いていただいている商品は3つですか？はい、はい、で3つで個別面談からは最初こちらの最後 の全部セットの、不動産と企業と全部学べますっていう意識をお勧めしています。なるほどですね、わかりました。じゃあ、はい、単品単品セットのものがこれで、はい、っていうような認識で合ってますかね。はい、わかりました、 OK です。で一番売れているのはどれですか？制約が取れてるのはどれですか？一番制約が取れてるのはもうフロントエンドですね。これですね、4980、はい、でこれが何件取れてるんですか？先月で5件。はい、はいはい、先月で5件、はい、はい、で次はどれですか？件数で言うと月で、全部のセットですね。セットで、はい、2件、2件ですね、はいはい、で次がじゃあここですね、はい、そうですね、はい、はい、わかりました。これじゃあ先月で言うと何件なんですか？それだけですと0ですね。なるほどですね、はい、今年に入って何件とかって出たりします？出せてます？あ、ちょっとお待ちください。あ、じゃあごめんなさい、質問変えます、はいはい、だいたいこのバランスですか？あ、はい、それは出しました、はい、ですね、10人いたら、はい、3人が、フロントエンドを買い、はい、この不動産だけの永久会員も3人、はい、でプラス1名がもう全部買ってコンサルも受けてるっていう方のイメージです。なるほどですね、はいはい、永久会員とかっていうふうにおっしゃったじゃないですか、はい、永久会員になるにはいくら払うんですか？5万9800円を払うともうずっと、はい、じゃあこれを買ってくれた方がこのセット購入22万円を制約される瞬間っていうのはあるんですか？あ、はい、その時にはそうですね、こことその永久会員をセットにしていますので、はい、ここからここに流れるか最初からこれを買うかっていう2択に。なるほどですね、はい、ここのフロントからアップセルが動くケースって10件いたら何人が動くんですか？はい、今年に入って4人ですね、はい、フロント何件中4人がアップセル、はい、すいません、ちょっとパッと出ないですね。いいですよ、はい、じゃあ月平均5件制約してるんですか？はい、はい、宣言、はい、これが10とか行ったりする時とかってあるんですか？ないです。だいたい何件から何件ぐらいですか？5件で多いぐらいですね、はい、はい、事実ベースで言うと平均ってどれぐらいですか？3、4、5、3ですね、はい、今、じゃあ5月までなので15件ですよね、はいはい、で15件中何件がアップセルしてるんですか？4人を購入いただいて4人、はい、3分の1か、はい、でこのアップセルのうちの1件あたりの金額っていくらがアップ、いくらなんですか？19万8000円、19万8000円、はい、これがどうですね、はい、じゃあこれはもうアップセル専用みたいな感じなんですか？はい、おっしゃる通りです、はい、なるほどですね、わかりました。じゃあフロントで提示してあるのはこの2つってことですね、はいはい、なるほどですね。
構造的にどうするのかっていう部分からまず入っていくんですけど、はいはい、今ねこれが最適解なのか、はい、それともいじる余地があるのかどうなのか、はい、かなと思っていて、まず今日見なきゃいけないのが、はい、多分ですね、ご自身の行動管理、決めたことをやるっていうことは特に問題なくできてますか？ YouTube の配信本数は守れてなかったです。はい、はいはい、それ以外はどうですか？それ以外は、はい、はい、できると思います。はい、わかりました。ご自身でスケジュール管理ってされてますか？はい、はい、でスケジュールで書いたことって比較的に特に達成できないことってのはない状態で進んでってますか？そうですね、例えば10個昨日やることがあったとして、はい、8個できました、2個は次の日には必ずやるみたいな感じで、はい、でそれでやれてます、リカバリーできてますか？はい、はい、じゃあ問題ないですね。とじゃあちょっとお伺いしたいのが、これが果たしてフロントで見せることによって、はい、このバックエンドが売れてないケースがないかどうか、はいはい、フロントの商品をなくすだけで年間の売上が上がるのか上がらないのか、はいはい、で逆にこれを買ってくださった方に延長サポートで月額料金いくらっていう形に、はい、はい、の方が単価が下がらないよねっていう考え方なんですよ。はい、結局永久会員っていう風なものを作った瞬間、はい、もう積み上がりはしないじゃないですか。はいはいはい、なのでだったら最初から22万円をフロントで出した方がいいのか悪いのかってことを、はい、僕だったらまず調整にかかるってことをやるかもしれないですね。はい、はい、ここで満足してしまってる方が多いのではないのかですね。うんうんうん、商品の、はい、受け皿的に、はい、お客様に個別で対応する何かってあるんですか？フロントエンドの場合にはコミュニティに入っていただくと、はい、その物件シミュレーション代行っていうのをやってまして、はいはい、お客様ここの物件見てほしいっていうのをそのコミュニティ内で全員の前でその動画でお返しするっていうことを、はい、じゃあそれはグループですよね。はい、グループ、はい、それは月に何回やるんですか？2年間で180件なので年間90件。じゃあ1ヶ月にもう10件近くって感じですね。はい、8件ぐらいか。はい、はい、その1回につきどれぐらいの時間かかるんですか？1時間。1時間、はい、1時間で7件終わる感じですか？はい、じゃあ1件物件を1件やると1時間かかるので、月8件だとこれが8時間かかる計算です。なるほどですね。はい、じゃあもうこれって人数増えていったら崩壊してますよね。そうですね、人数が増えると増えていきますね。はい、はい、でそこで永久会員にしちゃってるわけですよ。はい、わかりますかね。はいはい、これってもうできないことをやろうとしてるってわかります？はいはいはい、でしかも永久会員にすると何が起きるのかっていうと、はい、ここで人雇用できないんですよね。はい、だって永久会員の方々にずっとやり続けるわけですよね。はい、そうすると最初いただいた金額っていうのが人件費として出して、でもその人たち会員さんが増えなかったらもう人件費としていただけないから、はい、ずっとできないことをやり続けますみたいなことをやりだしちゃってるんですね。はいはい、だからまずここの事業のロジックベースで辻褄が合わなくなることを一回なくさなきゃいけないんですね。はい、言ってる意味わかります、はい、ここまで、はい、っていう風になった時に、そのサービスをやめるのか、はい、月額料金を、今のままで、永久会員っていうのをそもそもなくすのか、はいはいはい、とかですね。はいはい、例えばこれが月に1時間の提供とか、はい、月に2時間の提供とか、どんなにお客さんが増えていっても、うん、グループのセッションで、全員にシェアするセミナーみたいな形のセッションだったら特には問題ないんですけど、個別対応のものを入れるときっていうのはちょっと注意が必要なんですよね。はい、人数が増えれば増えてしまうものを入れるってことですね。はい、はい、かしこまりました。はい、この人数が増えたときに毎月の収入もちゃんと上がって、うん、人件費が払えるものって仕組みシステムにお給料払いながら維持はできるんですけど、はい、今の状態だと人件費払って人を採用はちょっとできないですよね。はいはい、怖くてとてもじゃないけどできないと思うんですよ。はい、だからまずここのサービスをいじらなきゃいけないですね。はいはい、ただこれをなくしましょうっていうふうに、安易に決めてしまうとこれビジネスモデルいじる形になるので、また調整期間が必要になってしまうんですよね。はいはい、僕だったらですよ、はい、これは一つの事例であって、はい、この事例を使えるか使えないかっていうのはアビコさんの実力によるんですけど、はいはい、僕だったらシンプルにフロント商品、この22万円の商品を出すんですよ。はい、はい、でそれで3ヶ月、うん、で4ヶ月目以降は月額料金いくら払ってくださいね、うん、みたいな構成にすると思います。はい、でこのフロント商品、今22万円のこの商品あるじゃないですか。はい、実力実績を、うん、事例をどんどん厚くしていって、この22万円の単価感を30、40、50万円って徐々に上げていくことを
やりますね、はいはい、僕だったらね。なるほど、はい、ということはその22万円今だと買ってしまったらずっと永久サポートみたいな感じでやってるのですが、はい、それを例えば半年とかっていうふうに期限を区切って、はい、で期限を区切った後はサポートが欲しければ、はい、なんですかサブスクとかで。そうですね、はい、だからそのみんなで参加っていう部分だったら、永久に受けられるよっていう形はいいかもしれないんですけど、はい、その個別の対応するものに対して永久サポートって言っちゃいけないんですよ、うん、はい、やっちゃってますだって人件費出続けるじゃないですか、はい、だからあの自分だから一家じゃなくて、うん、はい、ご自身にも、お給料が出せるような関係値になってるのかって自分も社員だと思ってもらいたいんですよ、はいはい、だからそもそも崩壊することは絶対やっちゃダメなんですよね、これ、はいはい、いっぱいやってます、はい、ここですね、はいはい、だから売上が積み上がらないんです、はいはい、売上を上げるための仕組みができていない阿比古さんの弱点を北原が次々と指摘していく。だからこの構造をいじらなきゃいけないです、はい、でテンプレ的に当てはめると、はい、よくある、まあ、王道のタイプっていうのは、はい、まずもうその永久サポートしますよっていうことを言うんだったら、うん、もうこちらの商品を100万、うん、200万、300万っていう金額にして、うん、お客さんから本当に、10年間かけていただくものとか、うん、まあ、10年間なのか3年間なのか5年間なのか分かんないですけど、うん、かけていただく全体の売り上げを一括で着金することができれば、うん、永久サポートってやっていいです、うん、言ってる意味わかりますか？はい、わかります、はい、もしくはまだそこができないので、はい、20、30、40、まあ、ちょっとどこまで上げるかわからないですけど、はい、そこを調整しながら3ヶ月とか6ヶ月っていうふうに決めて、はい、個別サポートの回数も決めて、うん、はい、それ以降に関しては個別サポートは買っていただくっていう、うん、はい、形にするとお客様が増えていった時に、うん、はい、人材を人件費出しながら配置できる、はいはいはい、でやられるといいんじゃないのかなとは一つ思います、はいはい、形としてはね、はいはい、でこういうお話しした時に明らかに積み上がるでしょ、明らかに積み上がらないでしょ、それ事故るでしょって、こういう風になっちゃったらどうするのってなった時に困るものは絶対出ちゃダメです、はいはい、じゃこの個別サービスの質問いいよとか、はい、課題のフィードバックとか先の物件シミュレーションをやりますっていうようなところを、はいはい、個別で買っていただくっていうのも一つですよ ね、はい、だから例えばこれに関しては、はい、この22万円っていう商品に関しては、はいはい、普通に例えばじゃあ3ヶ月間個別サポートつきますよとか、はい、そういうのはまあ一つですよね、はいはいはい、コミュニティに参加されるのも、はい、あ、そうですよね、はい、なんかコメントを返すとかっていうことになるので、はい、そこも延長、そうですね、だからコメント返すのも、うん、じゃあ1日100件コメント返さなきゃいけなくなってきたら、うんうん、もうコメント返すだけで毎日終わりそうじゃないですか、はい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 、どうします？できませんって、はい、ってなったら、はい、コメントでの対応は何回までのみに、うん、1ヶ月に1回のみにさせてくださいみたいなことを決めていかなきゃいけないですよね、はいはい、だから辻褄が合わないことってのを、うん、入れないようにしないとダメですね、はいはい、要は守れない約束をご自身で作ってしまっているっていう商品設計ですね、はいはい、ここを1回見直してください、はいはい、であとは、商品の見せ方出し方の部分で、うんうんうん、果たしてフロントでまずここっていう安排を作るのか、はい、ここだけで提示するのかっていうのが、うんうん、フロントのプレゼンテーション能力だったりだとか、はい、日頃の YouTube のお客様のファン化度合いだったりだとか、はい、ものになってくると思います、はいはい、どうしてこういう構成になってるかと言いますと、もともと立ち上げたの2年前なんですが、はいはい、その時に始めたのがその ビデオセールスレターで販売するっていう、はい、自動化で販売できるような仕組みを作ったので、はいはい、最初は階段を低く、うんうんうん、特典をのその10件前の動画教材をつけますと、なので1月目まずはお試しからどうぞっていう、はい、ビデオをつけてで販売し、はい、で購入された方にまたバックエンドのセールスのビデオが流れるっていう仕組みをずっと作っていたので、はい、こう下から階段を作っているんですよね。わ、ね、はい、かりました。この階段に関しては今全部自動化で仕組み化になっちゃってる階段っていう認識であってますかね。はい、わ、はい、かりました。じゃあその商品の説明の中に個別対応を無期限でやりますよとかってももう言ってる感じですか？そうですね、はい、まあ。そのビデオを変えていくっていうところになると思います。なるほどですね、はい。これをどうするかですね。別に辻褄が合うぐらいここを売り続けられるんだったらいいと思います。はい、辻褄が合うぐらい、
はい、だってあの人件費もここから出せるようになってくるかもしれないじゃないですか、うんうんうん、あの変えるのであればもう全部こちらも、まあ、ビデオを止めるのかもしくは、ビデオの内容を変えてこちらとこちらで買ったお客様がサービスの内容が違うということは、はい、あの私自身が混乱しちゃうの で、全部統一しちゃうと思います、はい、ただねこれをねそのそうだな、はい、それがその統一が使いこなせるのかなんですよ、あ私がそうですそうです、はい、で基本的に僕は型は伝えられるんですよ、うん、その型を正解にできるほどやり込めるのか、はいはい、っていうシンプルにそれだけですね、はいはい、だからちょっと怖いなって思ってます、ただその課題感っていうのは忘れないでねっていうんで、うん、はい、そうだな、僕が阿比古さんの上司だったら今はこのままで行こうっていう決定をすると思いますね、うんうん、はい、今このままでいいので、はい、じゃあ次の課題が集客数ですね、はいはい、そっちに移りたいかなと思います、はい、これは課題として必ず持っててください、はい、集客していった時に辻褄が合わなくなるかもしれないなっていう、うん、要はお客様に殺される領域ですね、はいはい、殺される領域が起きるっていう商品設計になってるので、はい、地雷が埋まっている状態、そうですそうですそうです、はいはい、じゃあその地雷が爆発するのかしないのかってことを集客して実際に爆発するのかしないのかっていうのを試してみましょうっていうことですね、はい、課題が何なのかなんですよ、はい、集客の再現性、セールスの再現性、はいはい、サービス提供の再現性、はいはい、それどこができてないですか、3つやらしいですけど、まずは集客とセールスができてないです、はいはい、でもセールスに関してはもう、ステップ組んであるので、はい、その通りに売れてってるわけですよね、そうですね、はい、セールスに関してはあの今岡講師の、はい、顧問面談で、はい、まあ、昨日もロープレイしていただいたりして、はい、個別面談での成立率を上げるっていうところです、はい、じゃあもう しかもそれがもう、ステップになってるわけですよね、はい、じゃあそこの再現性はパーセンテージの調整の問題でもある程度は、改善はあってもある程度も貫通はしてるってことですよね、そうですね、まだバックエンドを売れたことはないですね、まだそのフロントエンドを制約した時にここ、はい、ここですか、 これを直撃で売れたことはなく、でも先月2件売れてるじゃないですか、それが、お話は進めていて、やっぱりここのフロントこっちから始めますっておっしゃった方がその VSL で後からご購入っていうパターンだったりします、うん、なるほどですね、はい、なので私がセールスでその場で制約が決められたということを、あ、すいません、ありがとうございます、はまだなくて、そこが課題です。なるほどですね、はい、これちょっと上からチェックしてってもらっていいですか、はい、市場とモニターを、はい、はい、じゃあこの集客、セールス、サービス提供の再現性は作れていますか、ここですね、がまず一つですね、はい、はい、じゃあ、個人売上の最大化はできてますか、個人売上の最大化というのは今の全力を出しているか、そうです、集客とセールスとサービス提供の再現性が作れていたら、もうあとは行動を加速させれば自分の時間分だけ売り上げって積み上がるはずなんですよ、その状態になってますかですね、いや、なってないですね、はい、じゃあここまでですね、はい、はい、つまり今の阿比古さんの課題は、はい、01フェーズは超えて、はい、1から10の中での、はい、こちらの集客とセールスとサービス提供の再現性のバランスをまず作ることによって、はい、アクセルを踏んだら踏んだ分だけ売り上げが上がるっていう状態をご自身のプロダクトの中や扱える中のところにこの再現性を仕組みとして作っていくだけですね、はいはい、ごめんなさい、さっき、バックエンドが、はい、フロントでじゃあ売れたことがない、はい、個別相談して売れたことがないっておっしゃったじゃないですか、はいはい、フロントの月4980円があるから邪魔してるんじゃないですか、邪魔してるのかな、はいはい、これがなかったら直接こっちの購入にならないんですかってことです、ね、なるほど、はい、そっちを出してるから、はい、選択肢があっちゃう、あってしまうっていうことですかね、はいはい、今これは松竹梅で出してるのか、はい、これとこれだけ出してるのかどっちですか、これとこれだけですね、はいはい、ってなった時に当然安い方を買いません、はいはい、それだったら、はいはいはい、僕もクライアントでフロントに出してある情報が薄く阿比古さんっていう人が分からないで、うん、そしてこちらを買った人たちの声だったりとか変化が分からない状態で高いのと安いの、しかも一つは4980円、一つは22万円って出された時に、うん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 、いや当然こっち買いますよ確かに確かに、はい、確かに、はいはい、でも22万円だけだったら、うんうんうん、
買うか買わないかなんですよ、はいはい、だから安牌を作ることによって、はい、当然こっちにしか行かないんじゃないのかっていう部分ですね、うんうんうん、なるほど。それが冒頭でおっしゃってたそのそここがあることによって邪魔してないっていう、はいはい、ただこれをなくすことによって、はい、売れてるんだったら一撃で売れてるんだったらこれなくせば売り上げ上がる可能性があるんですけど、うんうんうん、これを買ってるから上がってきてこっちにご購入いただいてる可能性もあるわけですよね、はいはいはい、だから言った僕が言ったアドバイスを使いこなせる人なん だ、はい、なんですよ。シンプルに、はい、私の問題です。はい、そうなんです、うん、はい、フロントの着席件数が増えてったら、はい、もう仕組みで上がってくる可能性はありそうなんですか。そうですね、私としては個別面談でこっちを売れるようになりたいと思って今あの面談を、はい、まあ、頑張っているところです。はい、ゆくゆくはこちらをなくして、はい、トータルで行っていただきたい、はい、月間の個別面面談面数って何件ですか今。先月で16、はいはい、じゃあ16件、はいはい、その16件に対して、はい、価格提示までしている個別面談件数は何件ですか。3、4件ですね、はいはい、だいぶ減りましたね、はいはい、なぜ価格提示までいかないんですか。でそれは心の問題なのか、これを心の問題として処理してしまうとすごく奥が闇が深くてですね、はい、言うのが怖いとかもう潜在意識と言われる領域になっちゃうんですね、はい、嫌われるのが怖いとかそういう話になってくるんですよ、はいはい、16件中16件に料金までも踏まえたセールスはできそうですか、はい、そうですね、やります。はい、そうなんですよ、はい、やります一択なんですね、はいはい、じゃあですね、この、どうしたら商品の説明ができるのかっていうトークスクリプトが組めてるのかどう、はい、どうなのかなんですよ。それは組めてるんですか。はい、あ、はい、昨日あの顧問面談で、はい、今子先生とうちの今岡が、はいはい、今岡の顧問を受けながら、はいはい、そこのセールストークをしっかりどのようなパターンでもちゃんとお客様に、はい、何か解決したくて来てくださってるわけですから、はいはい、そこに対して料金提示した、はい、商品紹介が顧問面談が10件来たら、はい、10件とも必ずそこまで到達するっていう面談をゴールにしてください。はい、わかりました、はい、買うか買わないかはお客様判断ですよね、はいはい、でも料金提示をするかしないかっていうのは私たちに決定権があると思いませんか、はい、その決定権を放棄してしまってますよね、はい、それは売れないよねっていう話です、はいはいはい、これが行動管理軸と成果評価軸でしっかり目標を変えましょうってことなんですよ、はいはい、つまり今の目標を課題として置くときにどういう置き方をするのかというと、はい、月間の個別面談獲得件数は何件にしますか。16件、はいはい、これは成果評価、はい、それとも行動管理軸どちらですか。16件は成果ですか。そうです、はい、その16件っていうのはお客様に決定権があるからですよね、はいはい、じゃあそこで料金を提示する、はい、そういうトークをする、これは行動管理軸ですか成果評価軸ですか。行動、はい、はい、OK です。じゃあ16件の個別を獲得するっていう成果評価軸に対して、はいはい、16件の値段を入れた商品の説明をする、はい、商品の説明をする、はい、そしたら次フロントの商品っていうのはこれは個別面談で販売するものじゃなくステップラインで販売されてるものですか。文字通りで置いといて、はい、申し込んでいただいてからもすぐメールであのステップメールを組めるのが入ります、はいはい、ただ、まあ、商品ページだけください、はい、というふうに個別面談でおっしゃった方に、はい、あのじゃあこの商品販売するのにも個別を入れてるんですか、はい、そうで個別の結果このページを見せてほしいと言われたので出したっていうところがあります、うん、ごめんなさい LINE でテキストだけで動いてるっていう認識をしたんですけど、はい、じゃあ先月5件、はい、5件中テキストだけで売れてる方って何件なんですか。2件。なるほどですね、はい、じゃあ 60% が、はい、個別面談を挟んでるってことですね、はいはいはい、なるほどな。そうすると集客数を増やせば増やすほど単価が低い売上の個別面談で積む可能性があるっていう結果も出てきてしまったんですよ。言ってる意味わかりますか。はい、はいはい、16件の個別面談をしたら、何件の方にバックエンドを買っていただいて、うん、何件の方にフロントを買っていただくっていう目標値にしますか。不動産セミナーに来られている方のにはフロント、企業副業の方は企業の方に興味がある方が多いので、はいはい、16件だと不動産セミナーの個別面談が3件なので、はい、3人にフロント、はい、100% だと3人ですね、はいはい、個別面談から 100% っていうのは分かるんですけど、はい、個別面談獲得からの 100% の制約っていうのは事実上過去にあるんですか。そういった数字を出せている。ないですね、はいはい、じゃあ
それって非常に希望的観測で厳しいものですよね。はい、いやもちろん 100% は目指すべきだし、はい、やればいいと思うんですけど、うん、達成しないで当たり前な数値って出すと、うん、達成しないことが慣れてくると思いませんか、はいはい、だから達成して当たり前な数値で構成してほしいんですよ、はい、達成して当たり前な数値であって、はい、プラスちょっと背伸びなんですよ目標って、うんうんはい、じゃないとそれって目標じゃないよねっていう、はいはいはい、願望だよねっていうものになりませんか、はいはい、願望です、はいはい、例えば、うんもともとね僕はすごく太ってたんですけど、はいその当時の僕がですよ、はい、本当にスーパーモデルさんのような努力値でいける整形とかなしでいける領域で、うん、スーパーモデルのような体型、うん、肥満標準モデル体型っていうのがあるんですけど、はいはいはい肥満の人間が標準にもなってないのにもかかわらず、うんうんうん、モデル体型って言った時に、はい、じゃあそのモデル体型の食事って何なんですかって全部出してった時に、うんうん、それいけんよねっていうものをいきなりハードルが高いものを上がって次の日からいきなり挫折から入っていくんですよ。明後日も挫折ですっていうふうに続いていったら達成しなくて当たり前な人間になってきませんか、はい、だから達成してプラスちょっと頑張る必要がある目標をどう置くのかなんですよ自分に対して、はい、で僕はそれをすごくさっきから推し量りながらどこを目標にしてあげるとアビコさんは挫折しないのかっていうのを推し量るようにしてるんですよ。だから基本的に目標って自分で作るのが一番いいんですよ、はい、そういう意味からいくとですね、はい、このセールスが本当に辛いっていうか、まあ、公務員だったので営業するとかそういうことが全く経験がなくて12月ぐらいからずっとまあ面談を重ねてるんですけど、まあ、売れないわけです。なのでこうまず1件ですかね。まず1件フロントエンドが売れた時にまあ本当に嬉しくてなんか自分でなんか自分で成果出せたなって思った先月ぐらいですかねになりました。なので今ここが売れるようになったので今度はまあここかなっていうところが今の私の目標ですね。わかりました、はいはい、じゃあここを1件にしましょう、はいはい、今ここでいいです、はい、今後覚えておいていただきたいのは、はい、行動管理は守って当然なんです、はい、これって対面したら必ず挨拶しなさいっていう目標と一緒なんですよ、はい、これって、はい、言ってる意味わかりますか、はいはい、成果評価軸っていうのは、ま、守れて当然ではないわけですよね、はいはい、なぜなら第三者自分以外の人間に対して決定権がある軸だからですね、はい、だからこれをまず分けて目標を出力しなきゃいけないっていうところから目標の取り扱い方っていうのを覚えててもらいたいです、はい、じゃあまずここを意識してもらいたいです。意識っていうのは具体的な目標の書き出しに対してそのようにやっていただきたいです、はいはい、で3ヶ月の課題でこのその苦手としている、はいはい、領域を乗り越えるっていう、はいはい、全然いいです。ちょっと笑わかせますねもう涙は止めちゃダメなんですYouTube を回してるときは洪水にしなきゃダメです。顔面を崩壊するぐらい泣いてください。はい、いいですか、あゆさん。だから僕泣くの待ってたじゃないですか。こうやってちょっと。そうだったんですか。そうですよ。もうもっと泣きなさいよ。アビコ。演者力が足りんと。そうよ。ダメよ。ダメよみたいなね。出せる涙は出した方がいいです。はい、わかります。SNS 上では。はい。はい。これはご自身がフロントに立つ時もそうですよ、はい、出てくる涙は出して方がいい、はい、でもこれが社員とか組織に対しては基本的 NG です、はいはい、そうです。でもちょっと覚えておいてください、はいはい、じゃあこの個別面談で一件の制約を取るっていうことは基本的に目標としてしてください、はいはいはい、成果目標ですね、はい、じゃあ一つやっていただきたいなっていう課題を出しておきます、はいはい、商品説明会やってください。はあ、商品説明会、はい、今セミナーから個別面談取ってますよね、はい、でこのセミナーっていうのは勉強系セミナーですよね。はい、おっしゃる通りです、はい、勉強系セミナーを前半に入れた商品説明会ですね、うん、はい、だから商品説明会で募集してもらいたいんですよ、はいはい、例えば北原の精神と時の部屋の説明会を行います、はい、みたいなものですよね、はいはい、で商品の説明会をしてからの個別面談と、うん、セミナーからの個別面談の違いって分かりますか、うん、商品のことを分かった上で来ていただいて、はい、だから自信を持ってセールスできるんですよ、はい、A というものに対して B をぶつけなきゃいけないっていう風になってるからそこに対してやりづらさを感じてる可能性があるんですよね、はい、でも
A というものに対して説明を受けていて、うん、それでちょっと商品のことに対して聞きたいんですけどって言われたら、うん、A ってぶつけられないですかってことなんですよ、はいはい、このセミナーをやることによって来てくださった方に後日商品説明会聞きに来てくださいねっていうのを挟んでみるんですよ、うん、なるほど、はい、そうするとそこからの個別面談って、うん、はい、もっとぶつけやすくなりませんかってことですね、はい、じゃあこのセミナーをやります、ここの、はい、商品説明会をやりますとして、ここにまずは来ていただき、はい、ここから個別面談を取っていく、はいはいはい、それをやるとまたその1個乗り越えなきゃいけないハードルができてしまうんですよね、はいはい、僕だったらとりあえずこのセミナーをやりながら、はい、今まで通りの動線をやっておいて、はい、お客様のリストは溜まってくるじゃないですか、はいと思います、はい、そこに3ヶ月に一遍とか2ヶ月に一遍とかでいいので、商品のご案内プラス説明会プラスちょっとセミナーやりますよっていう、こういう人来てくださいねっていうのを、はいはいはい、リストの中に直接ぶつけるんです。はい、なるほど、なるほど、はい、今まで参加されて来られた方がだいたい100人はい、ぐらいいらっしゃいます、ね、今まで来られた方が全員が聞いてもいい商品の説明会って何なんですか？これですね。だったらこの商品説明会やりますで、はい、その100名の方にぶつけるだけですね、はいはい、そしたら、今の保有リスト数って何件あるんですか？リスト全体では1300人ぐらい、はい、じゃあこのセミナー、気合が入ったセミナー告知から含めて、はい、でご案内したら何件ぐらいは最低でも着手しそうですか？初めてやる会であれば、はい、50人ぐらい来るんじゃないかと思います、はいはい、じゃあ50人によかったら、はい、気になるよとか少し相談に乗ってもらいたいよっていう方は個別面談来てくださいねって、うん、その50人の方に案内したら何件ぐらい取れそうですか？個別面談は3割ぐらい、はい、じゃあ低く見積もって2割にしときましょうか、はい、そしたら10件個別面談来るんですよ、はい、商品説明会を受けてくださった人間が10件個別面談獲得できるんですよね、はい、もうこれで01達します。あ、なので、はい、今の動線のままでいいので、はい、今のスケジュールの中でやっていただきたいのが、はいはい、とりあえず一斉送信でも何でもして、はいはい、商品説明会の日を決めて、はい、それを案内することですね、はいはい、ってなった時に説明会は、はい、何月にできそうですか？今月中に、はいはい、その今月ってなった時に急にやるわけですから、お客様も、スケジュールが噛み合わない可能性もありますよね、はいはい、じゃあどうですかね、同じ説明会を2日から3日ぐらい提示して、はい、内容は同じですっていうだけなんですけど、3日ぐらい提示してぶつけられるといいですね、はい、はい、分かりました、はい、3日間。で何回告知しますか？今日って何日でしたっけ？7日ですね、はいはい、じゃあ今月の最終日に近い日から3日間でいかがですか、はいはい、そうするとまだ23日ありますよね、はいはい、だからもうスケジュール今日中に決めて、はい、で、明日に第1回の通知を入れるとかね、はいはいはい、これ行動管理塾ですよ、はいはいはい、ご自身で決めた告知回数を、うん、3回って決めたら3回の告知をどこで入れるのかって決めるだけです、はいはい、でこの告知を LINE の中でやるのか、うんうん、SNS の中でやるのかっていう、はい、でそれがもし形になったら、はい、次にやることっていうのはこれプラスこれをしっかりスケジュールを入れて管理していくだけです、はい、フロントのセミナーっていうのは何のためにやるのか、うんうん、先制化するために必ず例えば毎月1回ずつはこれぞれのセミナーをやろう、はい、っていうふうに決めたら、その先制化させていただくことができた方々に3ヶ月に1回は商品説明会をやろうという形になってくるわけですね、はい、はいはい、分かりました。で多分この01問題は達成すると思います、はい、だから今月中にこれで達成できるんじゃないかなと思いますね。ありがとうございます、はいはい、次の話、今解決しなきゃいけないのはリスト獲得のための発信、はい、何をどの程度どのようにやるのか、今すでに YouTube やってるんですね、はいはい、じゃあ YouTube でいいと思います、はい、月の投稿本数っていうのが目標12本のところ、はい、現状が7本、はい、ちなみにこれ4月は何本だったんですか？4月12本です、はい、できるじゃないですか。4月はですね、今までお客様インタビューを取りためて編集が間に合わなかったのも全部外注で5本、まさに5本。なるほどですね。1本あたりの外注はどれぐらいの料金で今お願いできてますか？大体1本あたり、1分フルテロップで1500円っていう単価で1分。ああなるほど、1分、はい、なるほど。で外注費、4月が、たくさん出したので26万6490円、
5月が9万1660円でした。はいはい、OK です。はい、そうですね。今やっていただきたいなって思う動画が、はい、僕最初はホワイトボードないし、はい、フリップチャートに書き込むような講義形式で考え方の部分。はいはいはい、と自己啓の部分、どういうふうに行動していくのかという自己啓発、あとノウハウですね、はい、ノウハウ情報ですね、あとご自身の歴史、はい、これを混ぜて講義のように話せば最初は僕はいいと思います、はい、これで評価を取っていけれるといいと思います、はい、でこれでなぜこの動画を指したのかというと、はい、これって編集がすごく楽なんですよ、はい、編集者さんからするとあーとかうーんとかこの喋ってる時、うん、とかって言うじゃないですか、はいはい、とすごくこう言い直したところをカットするだけなんですよ、うん、カットするだけっていうとちょっと編集者さんに怒られちゃうかもしれないんですけど、はい、もちろん編集者さんの力量によってはあのカットすらも早い遅いとかってあると思うし、入れるテロップとかのものが、センスがあるとかないとかっていうのはあると思うんですけど、はい、編集者さんからすると一本の構成を考えるっていう部分では、例えば今日ね YouTube 入ってもらってますけど、はい、これってどこをハイライトに持ってくるかなとかってものすごく重い動画なんですよ、うん、編集側も、うん、でも僕がフリップでペラペラめくってるのって、うん、編集者さん側からすると非常に機械的な作業でできるわけですよね、うん、つまりこれって編集コストが安いってことなんですよ、はいはい、そうだな、コロちゃん今15分の動画ってだいたい平均どれぐらいで編集してもらえるのかな、うん、サムネも込みみたいな感じになってくると、撮影したのが20分で、はい、編集後15分になるっていうものだったらサムネ込みで1万円以内ぐらい、結構現実的じゃないですか、これで現実的になりましたね、はいはいはい、つまり1ヶ月にバックエンドを1本売ることができたらお釣りが来るってことなんですよね、はい、だからここの業者さんをなんとか探す、あ、はいはい、そしてこれで、動画が運用できて、LINE 登録いただいて説明会で制約が1本以上取れて当たり前の状態を作ることが3から6ヶ月間の中での目標です、はいはい、分かりました、 OK ですか、はい、自己啓私、まあ、ノウハウだけしか出してないなと今思ったんですけど、どう行動していくかっていうのは、はい、例えばどんな、今例えば、はい、今スケジュール管理できてますかとか、はい、じゃあ16件中、はい、行動管理と成果事項をちゃんと分けてね、うん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 、とかっていう話とかも、これは、まあ、ノウハウだったりとか、はいはいはい、ノウハウを行動に移すっていう部分での解説をしてるじゃないですか、うんうん、こういうことを話してあげれるといいと思います、はい、あと例え話とかもいいかもしれないですね、でこの例え話を解説することもそのノウハウであり、行動の具体的なイメージしやすい、こうやって行動するんだよっていう話じゃないですか、はい、そしてでなんでこういうことが語れたかっていうと、うん、僕にも個別面談で値段を提示した商品をお客様にぶつけるってことができなかった時代がちゃんとあるんですって言ったら歴史に変わるわけですよ、うん、話が、はいはいはい、じゃあこれは1本ずつ、あの別動画ということじゃなくて1本の中で、はい、いろいろそうですね、話上手になっていってください、はい、だからまずはじゃあ例えば月に12本、はいはい、12本が目標でいいので、はい、12本をしっかり更新できるような動画で収めるってことですね、はい、あ、なるほど、はいはい、じゃあ、はい、4ヶ月間の課題を出します、はいはい、乗り越えていただきたい課題ですね、はいはい、最初は商品説明会を編集なので今月やっていただいて、はい、4ヶ月後にももう次の説明会のスケジュールを入れちゃってください、ああはい、で、YouTube12 本を何月から更新できる体制に整えますか、はい、7月に10本、はい、わかりました、8月に12本、わかりましたというような感じで、はい、じゃあそれでいきましょう、はいはい、じゃあ、もう7月から手伝ってくださいそうな外注さんを探さなきゃいけないですよね、はい、編集者さんを、はい、でこの編集者さんを探すっていうのは行動管理軸ですけど、はい、受けてくださるっていうのは評価軸じゃないですか、うんうんはい、だからこの行動管理軸の目標を探すとはどのように探しますか、うんうん、今、はい、あの実際知り合いにお願いしていて、さっきの単価
2人いらっしゃるので、はいはいはい、今日の話をしてこの単価でやっていただけないかっていうのをまず打診したいと、はいはい、それはぶつけられそうですか？あ、ぶつけます、はいはい、OK です、はい、それでノーって言われたらどうなさいますか？ノーと言われたら、はい、例えばココナラとか、はい、クラウドワークスとか探すわけですね、はいはい、じゃあこのその探すっていう行動を探しますじゃなくて、はい、行動管理軸の探すにしたいんですよ、はい、つまりいついつにココナラさんとかクラウドワークスさんに、うん掲載しますとか、うん、いついつに、今の編集者さんに時間を取っていただくための打診をしますとか、うん、今月聞いてみて話を、そうですね、はいはい、早めた方がいいですよね、はい、じゃあその連絡はいつしますか？だからこのね連絡をするっていうのも、はい、スケジュールに入れとかないと、はい、やらなくなったり忘れてしまったりとか、はい、後に勝手に回していくんですよ、はいはい、あの基本的に僕はねスクールの中で自由を作るなって言ってるんですよ、はいはいはい、もう決めとけってことなんですよ、はいはいはい、だからその連絡をするっていうことすらも、はい、スケジュールに入れて必ず連絡をするってことを徹底してやっていただきたいんですよ、はいはい、明日の合宿ね、はい、多分おそらく前、はい休憩時間とかと思います、はいはいはい、明日連絡を取ります。はい、わかりました、はいはい、じゃあノートいただいたらココナラさんとかクラウドワークスに、うん何月何日に掲載入れますか？今月中また見つけ、はい、3人見つけます。わ、はい、かりました、はい、じゃあ今月中にね、はいはい今月の末までに3人見つけるんだったら、はい、第2週第3週第4週のどこかで、うん掲載を入れなきゃいけないですよね、はいはい、第何週から募集開始って決めとかなきゃいけないです。あ、はいはい、いいですよ。じゃあ第3週の月曜日からにしましょうか、うんはいはい、じゃあそうやって書いておいてください、はいはい、50はい、まあその調整っていうのはご自身でやればいいと思うので、はいはい、でもこうやって立てるんですよ、はいはい、そしたらね次その今何日までにとかって言ってるんですけどさらに言うとそれをカレンダーのスケジュール帳に入れていくんですよ、うん、何時から何時までにその作業をやり終えるっていう風にやっていくと、はい、スケジュール通りの行動ができてスケジュールで売り上げを作れるようになります。はいはい、はい、気分でやるなってことです。はい、これができるようになると先ほどのチェックリストフェーズ、はいチェックリストの次の、はい、もう行くしこれができるようになると、はい、スケジュールで売り上げが上げられるようになるといよいよここから社員を人を入れていくってことです。人をスケジュール期日で管理するようになってくるんですよね、うん、はい。で基準値として分かっておいていただけるといいと思うんですけど、はい例えば行動管理目標が10でした。で成果が目標が10でした。で行動管理目標10に対して10でした。成果目標10に対して1でした、うん、この場合ってのは僕はすごく評価します、はい、なぜなら自己管理できたからですね、うんうんうん、で僕がすごくきつく指導する時ってのは、うん、行動管理達成率3でした、うんうんはい、目標評価軸、はい、達成が12でした、うん、この場合ってのは評価しないです、うんうんうん、それは奇跡の売り上げなんですよ、うん、気分で売上が変動する起業家のスタートなんですよ、うん、だから大事なのはどんなに成果が上がっていても気分でやっている行動に関しては僕は何の価値も生まれてないと僕は思ってます、うんはい、なぜなら再現できないからですね、うんうんうんはい、だからここの行動管理をしっかり達成しない限りは僕はかなりきつく指導を入れる時があります、うんうんはい、しかもそこの行動管理軸の行動ができてないのにもかかわらず、うん、笑ってヘラヘラ相談していたら、うんうん、あもう達成する気ないですねってことですぐ打ち切っちゃいます、うんはい、それぐらい決めたことをやるっていうのはすごく大事なんですよ。だってそれが笑ってヘラヘラ OK だったら社員ベースで言うと出勤してこなくていいっていう話なんですよ、はいはい、出勤してきたけど売り上げが上がらなかった、うん、出勤しなかったから売り上げが上がらなかったってこれってそもそも取り扱い方全く違うと思いませんか、うんうん、はいはい、はいだからここをちゃんと重く受け止めて自分で行動を管理していくってことをやっていただきたいんですよ、うん、なるほど決めたことをやれる自分になろうね、はい、それができてくると今度 PDCA が、はい、回せるので改善にかかれるんですよね、はい、成果は改善していけばいくんです、はい、でも改善するための行動を当たり前のように破っていたら、はい、動かないんですよね、はいはい、これを徹底してください、はい、OK ですか、はいはい、じゃあ今ちょっと課題言いました、はい、まず今決めた期日をしっかりやっていただくことですね、はいはいで成果目標を、はいこちらの1っていうのを、はいはい、今月の
まあ、個別面談から 来月個別面談入ってくるかな、なので1、2、3 で、はいはい、でその1、2、3で達成しましょうみたいな話になってきますね、はいはい、でそれをやりながら YouTube の状況を整えた状態でもしまたね4ヶ月後お話しするんだったら、はいはい、YouTube が月に12本当たり前のように運用されている状態で現れてたら次の話ができるんですよ、はい、これ9月東京にお越しいただいてでも話したいですか、はい、もちろんです、はい、じゃあもし阿比古さんが東京に来れるんだったら、はいはい、東京で、時間を取っていきたいかなとは思うので、はいはいはい、またちょっとこれに関しては、はい、本日明日ぐらいまでにスケジュールがお送りできるように、はいはい、YouTube チームの方からお送りいたします。はい、わかりました。OK ですか。はい、はい、じゃあ必ず決めたことやってください。成果目標、成果軸の目標っていうのは達成できなくても、しょうがないというか、いずれ達成できるようになると思います、はい、大事なのは行動管理軸の目標は絶対に達成してください、はいはいはい、達成できなかったとしても翌日にはリカバリーに必ずかかってください、はいはい、で行動管理軸の目標を掲げて達成しないことを当たり前にしちゃダメです。そうするとどんどんやらない人間、達成できないで当たり前の生き方基準値になっちゃうからですね。だから達成して当たり前にしてください、はい、じゃあ以上になります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ここで事業相談は終了した、はい、じゃあありがとうございました、はい、ありがとうございました。じゃあ明日またお待ちしてますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうね。バイバイ。ありがとう。じゃあ失礼します。はい、ありがとうございます。失礼します。はい、ありがとうございました。これお疲れ様でした。お疲れ様です。いかがでしたか。はい、はい、めっちゃ聞いてたら、はい、特にちょっと前半、はい、なんか見てる視聴者さんでもなんかそれこそ今までのこう、はい、北原さんのアドバイス見ててもやりがちなのが永久保証とか、はい、なんかもうずっとチャットサポートでひたすら潰れるみたいな。いやそうなんだよ、それやりだしちゃうと、ね、うんうんうん、もちろんね悪い手段じゃないんだよ、はい、永久サポートとかっていうとね商品って売りやすくなるから、うんうんうん、だけどさ、じゃあ単価永久サポートできるぐらいの金額つけてるのかって言った時につけてないのよ、うん、積むよね、うんうんうん、っていう部分を課題として、その商品構造上の致命的なエラーが生まれる指摘をしました、うんうん、はい、そこってさシステム的にいじればすぐできることなんだよね、うん、じゃあ本当の問題って何なのかっていうとまだバックエンドの商品販売したい商品が言えないっていうジレンマが隠れてましたよね、うん、じゃあそれを乗り越えるための手段として商品の説明会の回数をしっかり決めてやってみましょうっていうダイレクトの接続をご提案させていただいたこととあと YouTube の投稿本数を上げることをやるともう商品買いたいですとか阿比古さんの商品だったら何でも買いたいですっていう基準値阿比古さんの価値提供を分かってる基準値の高い方っていう方が着席してくれるとそもそも買う気で来てますみたいな状態になるので売れやすくなるよっていうことで2つの施策を実は託してあるわけですよね、うんうんうん、あとはこれを期日通りに阿比古さんが達成していれば次お会いした時に次のお話ができますね、はい、でこれが達成してなかったらなぜ決めたことができなかったんですかっていう部分の行動管理軸の話になってきます、うん、でこの行動管理軸のお話するときにねこの難しいのがねスケジュールの話だったらシンプルなんだけど心の問題を持ってきてしまうとすごく乗り越えるのに時間かかります、うんうん、でも今回は結構お話聞いてるとこう施策的であったり彼女はね、はいはい、美子さんに関してはもう淡々と施策でも解決できるかなって思います。多分どうだろう年内に100っていうのは当たり前になってくるぐらいの方じゃないかなって聞いてて思いましたね、はい、今日ねこの動画見てくださってる方まず学べたこと勉強になったことっていうのはコメント欄にぜひ打っていただきたいなと思います。であとですねもしよかったら阿比古さんへの応援メッセージとかもね書けるんだったら書いていただきたいですしあとよかったら高評価もしくはねちょっと下げちゃいますけどバッド評価どちらでもいいですのでぜひ評価してやってください、はい、で概要欄の方にね北原貴彦の公式 LINE ご案内させてもらってますのであもっと話聞きたいとか、なんなら北原さんのセミナー受けてみたいよっていう方は公式 LINE からお友達追加していただけると、Zoom で無料でやってるものもあるのでよかったら受けに来てください、はい、ということでお会いできることを楽しみにしてます。
はい、今回のこれの撮影で、はい、北海道編は終了となりますが、そうですね、ちょっと僕もススキノに行きたいと思うので、変なこと言ってないんですよ、ホテルがススキノ、実際にススキノで宿泊してるんですよ、はい、誘惑いっぱい、なるほど、ね、もう Google マップ見るのすごい楽しかったもん。 Google マップ見るだけで楽しいってなんか、そうなんですよ。ゴロちゃん、ファッションヘルス知ってる？ちょっと待って、何それ？ファッションを見てくれるところなんでしょ？それファッションを見てくれるところなんですか？ファッションヘルスだってよ。ヘルスってちょっとまずいっす、ヘルスはダメなのか。やったでしょ。はい、大人の悪ふざけの喋ってるだけなので、はい、はい、何の、地図もありません。ございません。はい、はいはい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあということで今日も見ていただきありがとうございました。はい、最後に阿比古さんに今日の感想を聞いてみた。こう今まで良かれと思って例えば、無期限サポートとか、なんかですかね、質問し放題とかいうこと、いや、なんか良かれと思ってやっていたことが結果的にお客様に対して約束を守れない商品を作っていたっていうところが、まあ一番刺さったところで、なのでお客様とのちゃんと約束を守るためにも商品とか設計とか考えて直そうというふうに思いました。今までその自分の行動を自分に甘くて行動できていなかった自分に関しては、自分がなんかフリーランスだとやっぱりサラリーマンと違って出勤時間もないしタイムカードもないわけだから、自分で出勤完了しないといけないんだなっていうことを痛感しました。はい、最後、まあ、北原さんと、うん、まあ、約束事ということで、はい、また3ヶ月後、4ヶ月後とかにお話をする機会があると思うんですけど、はいはいはい、まあ、そこでまた私たちも撮影できることを楽しみにしておりますので、どうしましょうどうしましょう、できなかったらいやー、北原さんの手前でやりますと部長言ってるけどまずいです正直内心非常にまずいと思っております授業の、ま、面での、ま、課題と、はい、ま、あと演者としての課題っていうところが、はい、ま、あると思うので、はい、そこをちょっと引き続き撮影させていただければなと思いますので、はい、すいません、本日は今日ありがとうございました。ありがとうございました。直接北原と対面し相談する中で、事業の課題に気づき、やり抜く決意を強固にすることができる。阿比古さんは今年の目標を達成できるのか、そして事業がどのように完成していくのか、今後も密着していく